はい、じゃあキュウリをね、まずね、ちょっと板ずりをね、していきましょうね。まあこんな感じでこう、牛乳パックとかね、ちょっと用意してやって、お塩ですね、お塩をちょっとこう、だーっとね、かけてやって、でこう、ずりずりずりとですね、やっていきます。こうやって牛乳パック使うとね、マイナーの板も汚れずに、洗い物も簡単ですのでね、もうこう下がね、こうちょっと緑色の出てくるまでやっていきますね。はい、これぐらいですね。これが出てきたんで、はい、OK ですね。はい、で、これをね、軽くすすいでいきます。はい、これで下処理は OK ですね。はい、じゃあ最初にね、ちょっと明太子のね、タレをね、ちょっと作っていきましょうかね。で、まぁ、ちょっと適当に、こんな、オーブンシートとかなんか適当にちょっとね、引いてやって、きゅうり、そうですね、きゅうり1本に対して、このぐらいかな、半分ぐらいかな。まぁ、大体でいいですね。で、ちょっとね、こう開いてやって、開いてやってね。で、中身だけね、ちょっと取り出していきますね。はい、こんなもんですね。取り出しました。はい、でこれにですね、薄口醤油ですね。薄口醤油を、だいたい小さじ1ぐらいかな。小さじ1ぐらい。でから、ごま油ですね。ごま油が、小さじ1強ぐらいかな。だいたいですね。でから、塩昆布ですね。塩昆布を、2つまみぐらいですかね。これはですね。で、あとちょっとだけお塩ですね。お塩ちょっとだけ少し足しますね。はい。で、この状態でね、よくね、混ぜてやりますね。はい、OK ですね。これでね、タレ完成ですね。はい。じゃあ次ね、きゅうりですね。きゅうりはちょっとヘタをね、ちょっとだけ落としてやって。で、これね、ちょっと叩いてやりますね。包丁の腹でね。軽く叩いてやって、これでね、ちょっとタレとね、馴染みやすくしてやりましたね。で、これをね、あとは一口大にカットしていきます。はい、こんな感じですね。で、先ほどのタレにね、入れていきます。で、これをあえてやります。はい、これですね。この塩昆布がね、少しね、ちょっと柔らかくなるぐらいが食べ頃かなというふうに思います。はい、これで一品完成ですね。はい、3品できましたね。ではね、いただいていきましょうかね。まずこのね、明太きゅうりですね。ピンクですね。いただきます。うん、味も馴染んで非常に美味しいですね。安定のうまさですね。